宝玉つよは中国、石膏省寧派生まれで香港を拠点に活動した実業家である。ワールドワイドシッピング創業者。父は包み潮流。アジアの海運王と言われた。香港特別行政区基本法起草委員会の副会長を務めた。1918年、石膏省寧派に中流家庭の3番目の子として生まれる。 1931年に観光に引っ越す。1937年に上海に移動。中国中央新宅局に勤務する。1945年には上海市銀行営業部長及び副総経理に就任したが、その後1948年に香港に移住した。1955年に海運会社ワールドワイドシッピングを開業。 香港上海銀行からの支援もあり、徐々に所有船舶を増やす。1971年には香港上海銀行の取締役となり、その後副頭取となる。1975年には香港大学より名誉博士号を授与された。1977年には1377万トンを超える船舶を保有し、アジアの海運号と呼ばれるようになった。 1978年にはイギリスからナイト称号を受訓、日本の訓三等随法省受訓、函館、大阪、佐世保の名誉市民の称号を受ける。1970年より、徐々にもともと、ジャーディン・マセソンの影響下にあった、急流総集団の株式を買収し始め、1980年には参加に収める。彼には4人の娘がおり、 少女法倍喜びの夫は、彼の海運業を継いだヘルムート増面。次女法倍例の夫は、コーンズ社長の渡り新一郎。三女法倍養の夫は、ウィーロック、ワーフ会長のご高生。四女包み倍恵の夫は、テータダシケン。ありがとうございます。